とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新、今シーズンは21回。久しぶりですね。あ、なんか、やったことある。最初ここ結構やったことあるぞ。クリーパーが、出るんじゃない？クリーパー出る、おー、違う？いや、でもなんかね、ここはね、確実にやったことある。まあ、そりゃそうか。なんか21回とか、そういう特別なやつっていうのは、覚えてるよね。オッケー。行きましょう。間違いないよ。これも間違いない。スパイダーでもずっといけるんじゃない？あー、どうしよう。とりあえず、様子見ましょうか。まあ、クールダウン入れるだろうけど。OK。問題は、あれだね。めんどくさいボスが出てこないかどうか。もう、それに限ります。めんどくさいやつが来たら、もうこの、21回でね、短いっていうやつが、もう台無しになるんで。いや、これもう、最近じゃない？ここやったの。そんな、前じゃない気がするんですけど。おい、オッケー。ここに、2、3ヶ月前にやった気はするんだよね、このシーズン。ハープンいいね。すぐに使うかはわかんないですけども、まあ、ハープン持っていきましょう。どうしよう。まあまあ、長弾は入れとこうか。1だけでもね、全然違うんで。いいね。多いな。ちょっと待て待て待て。これ調子乗ったらいかん。いや、もう、こいつら、すっげえ数ね。よし、終わり。なかなかめんどくさい。でもそんなにね、時間はかかりそうにないっていうのがいいところかもしれません。いらない。羽があったね。多分使わないと思う。それ用の弓が出てきてくれれば使うけど、多分ないような気もします。もう出ない。あ、いや、もうこうかな。あ、いや、来た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 。いないね。こっちもいない。あー、いるいるいる。意外と多いぞ。 OK。いいねー。あっち側はいないと思う。おお、これで終わり。もうなんか変な配置だね、敵が。怪しい、怪しいぞこれ。地雷でいきます。なんか無敵になるボスが出てきそうな気がする。これ怪しいな。 OK、 いいね、いい感じ。よし、あー、全部倒したかったけどな。ちょっと火力は不足しております。69本。ああ、まあ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 、122本あれば全然いいね。足りる足りる。おっ、どう？そっちかい。5回終了。多分6回か7回がボスだよね。
あった。羽用のウィンドボウがある。ちょっとこれ弱すぎるぞ。弱すぎるよ。まあ一応ないよりはマシだ。無知を持っていけ。多分地雷で倒せるとは思うんですけどね。地雷では倒せそうな気はするけど、クールダウンのみで OK。 何がついた？いらん一番いらんやつがついた。もうちょっと使い勝手よくならんか。いや、なんか邪悪なレースな気がする、このフィールド。あ、いや違うか。おーい、マジか。ちょっと待って待って、おいおい、ちょっと待って、ちょっときついきつい。まあガストまず倒さなきゃいかんからね。 OK、 ガスト出さんようにできたかな。いや出た。待て、きついって。これきついって。うっそ、これこれ待って、シャレにならんぐらいきついよ。これちょっと倒せないな。あっね、なんとか地雷を当てて倒しましょう。 OK。倒しきれないんかい。あいって、こい、あ、きついぞ、これきつい。よし、これマジできつい。あぶね、あぶね。ガストマジできつい。ここも絶対きついでしょ。いや、うわ、倒せたけどさ、きつい。いやこれね、7階の対策してこないとこれ無理だよ。きつすぎる。ならば、そうね、羽で羽ぴょんしながら、そうね、地雷かなんかを置きまくるしかないかな。いやー、きつかった。あんなきついか。うん、もう残り1回だから、もうほぼやられちゃダメやね。当たらんか。じゃあ、OK。いやー、あんな感じになるとは思ってもなかった。じゃあ、はいはいはい。で、あっち側に何回かいておしまいだね。いやー。これ今回7回ボスが結構鬼門かもしれませんね。装備ミスったら絶対負ける。あー、ゴーレムか乱射か悩むけども、乱射にしときましょう。エンチャ入れてなかったね。エンチャは入れましょう。で乱射にマルチでいいか。 OK、よし。
いや、もう負けないよ。もうやられませんよ。よし。もうやられない。よし。行け。いいね。矢もちょっと出てきてくれたね。ありがたい。よし、行け。よし、ナイス。終わりかな。はいはい、9回、もう折り返しですかね。いらん。いや、これ最初に取ったこのスパイダーアーマーが正解かどうかもちょっと分かんないな。これちょっと怪しいな。もうちょっとなんか耐久力があるやつがいいけども、なんかあった耐久力高いの。モーションバリアは多分ないと思うけど。おう、いやいや、モーションバリアあったとしてもちょっと火力不足で倒せないもんね。ちょっと考えるなあれは。おーっと、変えよう。使い勝手はこっちの方が上だ。8と、まあ、ガーストでいいかな。相手のボーナスも一応入れとけ。で、次のボスが13回14回そのあたり。でもあのボスは本当に地雷なかったら絶対負けてた。ああ、あれ地雷なかったら負けてたね。かといって雷の杖でもなかった。いや、雷の杖の方が当てやすいか。結構出るな、意外と。敵が出てきますね。痛い痛い痛い。よし、こいつで終わり。まだいる。意外と多い。で、11回終了。あー、そうね、虚無武器がちょっと気になる。虚無入れた方がいいような気もするんだよな。持っていこう。うん、なんか虚無は絶対必要な気がする。オッケー。で、次商人ね。ちょっと武器変えすぎたな。エンチャントポイントが若干少なめです。おい、減りすぎ。むちゃくちゃ減るじゃん。あ、で、次の商人でユニークだったらやばいね。防具上げれなくなるんで、それじゃちょっと勝てないな。まあ、パワーであることを願う。おお、ナイス。いいね。終わり。いや、あれ、こっちにいるんかい。で、奥の方にあと1、2体いておしまいでしょう。いや、いない。あ、いた。終わり。頼む、パワー、パワー商人。これはいらん。うん、ユニークだったら、弓を上げるけども。いやー、弓に行くか。上げれないもんな、スパイダーが。これちょっとまずい。スパイダー取ったのちょっと失敗か。まだボスではありないですね。で、次でなんか良さげな防具が出たら変えようか。うん、これ変えた方がいいよ、間違いなく。確かにクールダウンいいけども、今回いいアーティファクトが少ないのよね。
だからこれじゃなくてもいい。もう出ないよね。あ、出たんかい。出てた。意外と出るな。よし、こっちにもいるし、こっちにもまだいる。で、挟まってる赤いやつがいるからね。あ、おお、雪もいるのかい。お前もいたんかい。で、ボスかな。あ、ボスだね。あ、パワーシェイカー来た。この防具でいくっていうのが、こう、なんか広いぞ。これは、もしや、レイスじゃない？レイスだったらまずいな。オッケー。来い。レイスは勘弁して。オッケー。オッケーオッケーオッケー、ナイス。おっ、ポッポッポ、ね、むちゃくちゃ減るし。あ、でもよかったよかった。はいはいはい。レイスじゃなくてよかった。で、ちょうどね、いいところにイリュージョナー来てくれてよかった。いや、もうこっちでいいよね。ヌストに変えて行こうか。で、防具を後で変えようか。ユニークで。あ、違う、ユニークじゃなかったわ。パワーだ。あ、まあまあいいや。あ、どっちにしろもう HP が足りなかったから、もうこれでいい、これでいいのだ。よし、 OK。 もうハープが出ればもうこっちのもんか。ああ痛い痛い。ハープが出ればもうこっちのもんだわ。勝てる勝てる。あっち側にいるの？変なとこいるね。いや、まだ出るし。エンチャンターちょっと注意。あそこに家がある。ちょっとこっち側から。あっ、ぶね。知らそう。もう、ちゃんとはまず倒しとかんとね、きつくなるよ。ああ、これほんと防具変えてよかった。防具前のままだったら絶対きつかった。よし、で終わりかな。はい、敵が若干多い。ここいらんね。うん、虚無が入ってないんでいりません。おっと、ここちょっと待って。難しいんじゃない？もしかして。ここ難しそうよ。ちょっと待ってよ。タンブルビー入れたよう、入れた方が、いい気がするけど、まあ、いや、これ絶対きついとこだ。うん。でも、まあまあまあ、いけっか。いけるね。ちょっと待って、下のこの、あぶね、弓のやつをなんとかしたい。うっといこいつら。危ない危ない危ない。うわ、スパイダーじゃないから HP 回復しないと。ええちょっと待て、ここでやられたくないぞ。いや、吸血意味ない。意味ないんだ。なんか、これ対策しないと無理だぞ。タンブルビー。タンブルビーを入れて、頑張ってもらうしかないな。よし、オッケー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 。
確率は60何パーかだけど、それでも頑張って、おー出てくれ、ちゃんと出て、よし、いいね、お前たちの働きにかかってるんだここクリアできるかどうかは。よし、ほらそっちも多い、結構いる、いけた17回ここでむずい、17回難しい、ここ注意したがいいですね。あーポーションバリアあるけどさ、ポーションバリアの方がマシか、うん、ちょっとポーションバリア入れていきましょう。クールダウンよりもちょっとね、あと1回しかやられちゃダメなので、こっちでちょっと耐えていきます。霊気も入れとけ、耐久力はね全然ないんですけども、いや今回耐久力ある防具って、あ、まあ亀があったか、あー、なんかあんまりなかったね。よしよし、どうせなんか出てくるんでしょ、ほらね、思ってたよ出てくるって、分かってた。で他にも多分2、3体いるのね、下にもほらいる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 、よし OK、 こいつはいるでしょ、あ、いないか、よっしゃ OK、 もうあとは大丈夫ね。でもちょっとあんまり弓は使いたくないか、残り158本、ちょっと節約しよう。あ、出た、このぐらいあればいいか、ちょ霊気はせめて2欲しいね、2ないとあんまり足止めにならない、いらんね、はい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 、うんうん、なんかこの部屋構成もなんか見たことある、やべ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 、あぶねえ、死ぬとこだった、よし OK、 多分一番きついところは抜けた、うん、あのクリーパーとネクロマンサーが同時に出てくるところが多分一番難しいもんね。よし、終わり、ガントレット、でも最後はユニークじゃないからね、どうし、あー、いや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 、ダメダメダメ、あ、いやでもさ、効果力のやつがないから、まあまあいいか、いいです、ハープクロスの方を上げたがいいかな、あかパワーシェイカーか、ハープだね、うん、武器で虚無入れて、でダメージが若干上がったところでハープを連発して倒しましょうか、マルチショットを3まで入れて、でプラスの連鎖反応、うん、霊気1だけども、まあまあいいでしょう、あと1回やられちゃ終わり、レイス来るなよ、レイスはもう来なくていいからね、もう来なくていいって言ったのに、あれちょっとへ、これやばい、減りすぎる、いや全然減らせない、こっちの火力が足らん、やばい、ちょっと火力不足ですね、あ待て、攻撃もらうとまずい、あー敵の HP が半分になってチャンスになった時に
虚無、いや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 、ちょっとそれ無理があるか。もうそれよりもガシガシパワーシェイカー入れて攻めていった方が良かったですね。あらか、アップね、アップな。どこいる、オッケー、ナイス。うん、まあ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 減ったよ、まあまあ減った。よしよし、あ、うん、倒せる、次で倒せる。あぶね、めちゃくちゃ危なかった。よし、 OK、 クリーパーの攻撃もらわなければ倒せたね、 OK。 はい、結構難易度高いです、難易度高い、装備があんまりいいのないから。うん、で最後にハープクロスボウにしてよかった、あれなかったらきつかったぞ。うん、いらないかな、ささやくやり、何衝撃参加、まあ、いりませんね。はい、ということでまたやっていきます、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。